見された派閥ですけれども、浦上事件への説明は十分になされたのでしょうか。お帰りどうぞ。お帰りなさい、お帰りなさい。これから自民党安倍派の議員総会が行われます。現在すごい数の報道陣が集まっていますけれども、公開されるのは冒頭のみ、その後は非公開での話し合いとなります。知見の判断が示されたことから、今まで控えていた総会を開催し、事件の概要と経緯降りるのが難しいね、ご説明をさせていただく機会を設けることができました。今夜、浦上事件について初めて行われた所属議員向けの説明、安倍派幹部らの